こんばんは。どうかな、今日はいきなりしちゃったから、ああまた間違えた。いきなりインスタライブするって言っちゃったから、今日は何人の人が見に来てくれるでしょうか。もうなんかまた反対側にしようと。こんばんは。ちょっとさ、外出自粛中じゃん。だからイヤリングとか最近してなかったからさ、ちょっとライブの時しようかなと思って。可愛くないですかっていう話。これさ、可愛い、ありがとうございます。これね、右にもこのチャームつけれるんです。だけどアシンメトリーにしたかったから、こっちはつけてなくてこっちだけつけたんだけど、どっちがいいと思います？なんか今日は一段と可愛い。嬉しい、ありがとうございますね。今日もたくさん、ちょっとこの前インスタライブで質問もらってたやつ全部答えられなかったから、また反対側にしちゃった。今日は少しインスタライブ質問答えられたらなと思って。美味しいものばっ、美味しいものを食べてるせいかお肌ツヤツヤ。すごいいいですね。こんばんは。日曜日ですが、皆さんどうお過ごしでしょうか。 YouTube 見てくださった方いますか。昨日だったっけ、熊張のしょうこちゃんとの私のコラボの YouTube が、しょうこちゃんの方の YouTube、 熊張さんどっちかわかんないけど YouTube に載ってたと思うんですけど、こんばんは。あと今日私も YouTube 載せました。本当ありがとう、見たって、嬉しい。一本も外に出てません。外一本も出てないんですか。それはそれですごい。自粛生活もう限界ね。自粛生活きついですよね。でもお散歩は行きます。私犬の散歩も行くし、あとスーパーお買い物も行くかな。料理作ったりするから。あと仕事もあるので普通に出てます。家でも福岡行くことは少なくなったね。福岡は本当コロナ出てから月1回用事があるときに行くけど、本当に人が多いところとか、こう電車とかバスとかは乗ってないです。車で乗せていってもらって行ってるって感じ。最近いいことありますだか。最近いいこと、いやそうですね、最近いいこと、結構いいことあってる気がします。どうだろう、なんかいいことって、楽しかったことといえば、昨日ずっとチーズハットグ作りたくて、でもあれって私一人で作れないから片手でだけじゃ、だからお姉ちゃんと二人で一緒に作って、やっぱりなんだろう、コロナだから家族が家にいてちょっとなんだろう、嫌だなって思う時もあるけど、でも楽しいこといいことたくさん増えました。私は夜寂しくなる。なんでですか。嬉しい、たくさんみんな来てくれて。そうそう、いいこと、ね、仕事もちょっと大変なこともあるけど、まあ、充実した生活だからいいことなのかな最近。でもなんかね、コロナで太ったんかなって思うこともありますよでもそこはね、家で筋トレをちゃんと、筋トレ動画もね今上げていってるから、それもやりつつ、皆さんも一緒にしましょう。あとね、あと2本3本動画上げる予定なんですけど、パソコンとの調子が良くなくて、ちょっと携帯で編集してる分は
今日は携帯で編集したからあげれたんだけど、パソコンで編集した分があげれなくて、ちょっと動画がねそっちに入っちゃってて、ごめんなさい。運動のやつはもうちょっと時間かかるかもしれないけど、あげるので待っててください。いきますね、質問。今はどのようなリハビリをしていますか？今は手を開く運動は、家でやるときはこの手の板使ってます。でこの手の板ってさ、パンケーキとか言うらしくて、知ってました？この前リハビリにこれ持ってったら、パンケーキじゃんみたいな言われて、パンケーキみたいな、これパンケーキっていうのみたいな感じで思ったんだけど、皆さんのところなんて言ってますか、知ってます？あ、動いてなかった。コロナのせいで心が、全然読めてなかった、コメント。いやひっくり返っちゃった。そう、これパンケーキっていうらしくて、知ってますか？知らないですよねっていうどうでもいい話と、これがねどうでもいい話じゃなくて、これが手をつけて手を開く練習で使ってるんだけど、これを手のリハビリとして結構してます。で料理すごいですね。ありがとうございます。料理本当に趣味ね。こんにちは。コロナで友達会えない。私も友達本当会えてない。もうずっと電話したりしてる、なんか時間合わせて電話したりしてるかな。もう本当基本福岡の友達とばっかり遊んでたから、そう、福岡に絶対行けないから、福岡のね友達には会えないし、って言っても佐賀の友達に会えるわけでもないから、そう東京とかのね友達はね佐賀に帰ってきてて、コロナで東京戻れなくて佐賀にいるんだけど会えないっていうね。おもちゃん元気そうで何より、ありがとうございます。めちゃくちゃ元気です。家でおすすめの過ごし方は、運動をしてます。運動は YouTube に載せてます。今リハビリで LINE 電話したことありますか？ LINE 電話毎日してますよ、友達と。今日のももちゃん綺麗な大人って感じ、ありがとうございます。ちゃんとしてるからじゃないですか今日 YouTube 撮ったからね、ちゃんとお化粧、ちゃんとってか毎日一応化粧してるんですけど、仕事もあるので。でも今日イヤリングちゃんとつけたりして、ね、髪の毛結んでないくて下ろしてるからかもしれない。リハビリで手は良くなりました？手はねまだ全然って感じ。良くなっ昔に比べたらかなり良くなってます。病気になって発症時に比べたらかなり良くなってるけど、まだまだ料理でもそんな使えないし、生活で使えて助かると思ったことは今のところはあんまりないかな。逆に使わせてることはあります。なんだろう、メイクしてる時にマスカラをとあれしたりとか、マスカラ切るときに使ったりとか、歯ブラシ歯磨き粉つけるときに左手使ったりとか、別に左手使わなくても置いてやればいいんだけど、あえて左手使うようにしたりとかしてる。ピアスの片方プラプラしてるの取れた？いや違いますよ、これなんだっけ、アッサンブル、アシンメトリー、右と左左右別にしてるんです。ほら持ってます、あえて外してるんです。こういうおしゃれです、ね、お仕事何してるんですか？お仕事はパソコン系です。ジムです。
コロナ太りしないですか。なんか、ね、体重は変わってないんだけど筋肉がなくなってる気がするから、ちゃんと最近筋トレもそのコロナのために先生に教えてもらった運動をちゃんとしてます最近。だからなんかそれし始めてからはまた引き締まってきたかなって感じはします。で YouTube にね上げてるからね、ぜひぜひ一緒にしましょうみんなで。お仕事パソコン系かな、あとインスタグラムとかのお仕事とかいろいろやらせてもらってます。そう、あと何だっけ、あ、そう、どんなリハビリ、あとね起立台って言ってちょっと持てないんだけど足首を上げるやつがあるんだけど、写真撮るね、無理だから。起立台っていうリハビリ方法をしてます。こういうやつ、起立台、これね、これを毎日乗ってる、足首を上げてストレッチしてるかな。そんなにリハビリかな、毎日ちゃんとしてるのは。あとはスクワットとかはなるだけしてる、うん、ドライヤーしながらスクワットしたりとか。そう、ちゃんとするときは重り持ったりとかできるようになってきたから、ちゃんと負荷かけてやるようになったけれど、うん、そういうリハビリは基本しています。腹式呼吸とか。次の質問、自分はめちゃくちゃ人見知りだからリハビリとかで自分の担当じゃない先生、自分の担当じゃない先生と思うように喋れなかったり、リハビリのメニューが変わったり、病気や麻痺の具合を理解してなかったりして困ること多いけど、ももちゃんや皆さんはどうしてますかっていう質問、聞き取りましたか？私はね、リハビリの担当が違かったらどうしてたかな。今基本全員同じリハビリの先生だからな。違うリハビリの担当の人の時は、気にしないで喋ってたかもしれない。なんか 私も人見知りっぽいとこあるから、もう自分が緊張してるとか人見知りと思ったらもう本当に そっちに進んでいってしまうから、あ、今日違う先生だけどいつも通りに頑張ろうとか、でも気にしない、気にしないって自分で思い込むようにしたりとか してたかな。あったから、違う先生になるたびにちゃんとお話するから、いろんな先生たちと仲良くなった気がする。私はジャクソン派なんですか。家の中では遭遇してない、してないです。そう、昔持ってました、切れてきたやつ。本当ですか。どうですか皆さん、リハビリの先生が担当の方がお休みの時とか緊張しますか。緊張しない。次の質問はね、ももちゃん、私 PT さんから、理学療法士さんから、肩の力を抜いて楽にして歩いてって言われるんだけど、力の抜き方が分からなくて、ももちゃん楽な歩き方の方法ありますか。ももちゃんが音楽聴きながらって言ってたけど、音楽聴きながら歩いてるんだけど肩の力が抜けなくて、いい方法があれば教えてください。肩の力が抜けないときは手を伸ばして、なんだろう、手を、私肩の力はこの肘から先にもつながってるから、こうやって伸ばして緩めてから歩いてる、いつも。僕の場合は初めに、あ、さっきの質問かな、答えかな。僕の場合は初めに行って出たかな、僕の体は自分の体は一番よく分かった。あ、なるほど、
リハビリの先生に全て説明するってことですか。確かにそのアイディアいいかも。私も基本全て喋ってたな。1日何歩目標にして、1日何歩、最近別に何歩って目標立ててないかもしれない。だって京都が1キロしか歩いてないですもん。昨日は見れないのかな、見れなかった。アクティビティ、昨日とか、今日 1.1 キロしか歩いてなくて、昨日も 1.3 キロしか歩いてない。昨日、一昨日は 1.7 キロ、その前は 2.7。 本当に適当。でも歩いてる日と歩いてない日の差は激しい。お散歩行ってる時は3キロ弱ぐらい歩いてるけど、散歩行ってない日はマジで1キロぐらいしか歩いてないです。俺も力抜くの苦手だから別のこと考える。今日の夜ご飯何かなとか。確かに他のこと考えたら力抜ける。リハビリは週何回通ってますか。週1回です。私はでも毎日リハビリ自分でしてます。何かしら手だったり足だったり。リハビリと思ってやってないかも。筋トレと思ってやってます。だ、手は常にこう触るようにしてる。これ何回も言ってるんですけど、手はとりあえず触る。私は硬くなりやすいから触る、触って柔らかくする。これだけで本当にいい運動だから。おもちゃん質問詰めでごめんね。あ、全然いいです。そうね、足は本当にスクワットが私一番効果があるなと思ってるから、スクワットを必ずしてます。あとは起立台に立つことかな。足首が硬くなると私本当歩けなくなっちゃうんで、自分がやらないといけないっていうリハビリをやってます。かな。と、次の質問。今元気になる方法教えてほしい。ちょうどその質問でした。おもちゃの元気のもとは元気になる方法。私は元気になるために、私は友達と話しますね。たくさん声を出す。めちゃくちゃ声出します。すごく人と話すようにしているところはある。今コロナでね、外に出れないじゃないですか、あんまり。お店の人とか、なんか私なんだろう、買い物行って店員さんとお話ししたりとか、そういうのするのすごく好きだったから、そういう機会が今全くないから。そうだから友達とすごく話してる。やっぱ友達もコロナとかで仕事が早く終わったりとか、ね、家にいる時間が長くなってるから、話してくれる友達は逆に増えて、忙しかった友達も話してくれるようになったりして。おもちゃみたいに起立台に乗ったりスクワットできるようになった。別にスクワットは椅子から立ったり座ったりする練習でいいから、本当にそれでいい。そっからどんどん強くなっていくから、起立台も必要な人と必要じゃない人がいるから、ちゃんと先生と相談して、必要な人は起立台に乗ってください。こんばんは。かな、元気な源は人と話すことかな。あとちゃんと食事をとること。うん、ご飯はちゃんと食べてるかな。1日3回ちゃんと、
ご飯食べてないとやっぱり元気出ないって、体が持たないから、ご飯をちゃんと食べて栄養バランスいいよ、いいもの食べてる。ピアスですか、素敵ですね、ありがとうございます。ピアスじゃないです、イヤリング、私耳は投げてないんで。こんな感じ。これね、アシンメトリー、このチャームがあって、このチャームをここにかけてつけられるの。こうやって、そしたら両方ともフリフリ、両方ともフリフリやり、どっちがいいですか。オンライン飲み会おすすめ。ああ、私飲まないんですよ全然、だからオンライン飲み会してないですよ。好きなお笑い芸人、好きなお笑い芸人、あんまお笑い、そう、名前わかんない、名前わかんない、あの人なんだろう、わかんない、名前が、ほんとごめんなさいこの状態だから実感過ぎるの遅い。ほんとですか、私もう逆に時間経つの早いと思います。なんか気づいたら一日終わるし、気づいたら朝来てるし、朝起きんのも目覚ましより早く起きちゃうんですよ私、いつも。いつも7時半に目覚ましかけてるんだけど、絶対7時半より早く起きるし、休みの日にしたら、休みの日は目覚ましかけてないのに、休みの日は7時半に起きるんですよ。もうほんとそれが嫌で、めっちゃ寝たいのにと思うんだけど寝れないっていうね。でも私あんま昼寝とかするタイプじゃないから、そう、昼寝もできないし、昼寝したら夜寝なくなるしみたいな。あ、そう、八千頭身、そう、その人、その人好きです、私多分その人。ご飯片手で作るの大変じゃない？私めっちゃ時間かかる。ご飯片手で作るの大変。で、大変と思ったら大変だけど、でも両手で作るのも大変じゃなかったですか？ご飯作るのって基本大変じゃないですか？まあこんなもんかと思えばいいんですよ。まあ片手の方が時間かかるけど、両手で比べたら片手の方が時間かかるけど。だって料理人からしたら素人の料理めっちゃ時間かかってるじゃないですか。気にしない気にしないっていうことで、気にしないね、まあ工夫すれば早くなると思いますよ。はじめ卵だってね、両手で昔割ってたけど片手で意外と割れるようになったし、だからそうやってね、いろいろあるから気にしなくていいと思います。ありがとう、ももちゃん、気にしない、そう、気にしない、何でも気にしなくていいと思います。なんか気にしないといけないことだけ気にしたらいいと思います。なんだろうね、まあ、まあそういうのもね、気にしなくていいこと気にしてネガティブになる方もいるし、だから本当気にしなくていいことは本当に気にしない、気にしない笑顔。これただの水です。でこの蓋をね、ワンちゃんに噛まれてからね、蓋がなくなって、シェイカーじゃなくなってただのコップになったんですよ。どう思います？なんかこれをわざわざまた買うのが嫌で、シェイカーシェイクしたいのにシェイクできないって、最近ちゃんとかき混ぜてるっていうね、こうやってシェイクしたいもの、意味わかんない。悩みすぎる性格どうしたらいいですか。悩んでいいことと悩んで良くないことがあるから、ものによりますけど、そう、なんか悩む時に悩んでる種をしっかり自分で理解していることが大事だと思います。なんだろう、なんて言うんだろう、例えばが思いつかないです。なんだろう、全然思いつかない。例えば
なんか友達とかの恋愛とかもそうだけど、そうなんか喧嘩して悩んでたら、喧嘩する理由とか喧嘩の内容とかもそうだけど、その種、なんで喧嘩するような相手なのかとか、そのお互いの凸凹が合ってない理由とか考えたりはするかもしれないです。例えば人と付き合ったりとか、友達でもね、そうなんか悩む時もなんか変って言ったらおかしいけど、なんか悩んでる種をちゃんと明確に考えたら、悩まなくていいかもとか別にいいやと思えると思います。ももちゃんの尊敬する人は、私の尊敬する人、マジマザーテレサみたいな人尊敬します。もうなんかマザーテレサがどんな人かって正直会ったことないからね、話でしか分かん、その読んだことでしか分かんないけど、まあ誰にでも優しくできる人になりたいなと思います。誰のためでも一生懸命努力できる人に、うん、なんかたまになんか弟いるんですけど、弟、あ、基本弟が洗濯物とか私が回してて、弟が結構脱ぎっぱなしとかにするんですよ。とか洗濯機に服入ってんだけど、なんでそこを裏返しのまま入れちゃうのとか、なんか裏返し途中みたいなのあったりとかして、そうあるとめちゃくちゃムカつくんだけど、まあいいやって飲み込んで、これをイライラしなければイライラにならないか、まあいいやと思って飲み込んで、もう無言でやったりとかするようになりました。だそうやってなんかイライラ減っていったりとかして、だからなるだけ怒らないよ、あんま怒んないようにしてって、うん、あんま怒んないようにしたりとかして、誰にでも優しく清らかな女性でいたいなと思って、まあ、必要なことは注意するけど、だからできてなかったらやった後に今度ちゃんとしといてねっていつも言ってます。そんなもんかな。なんか今日初めましての方多くないですか。嬉しい。コロナ対策してますか。コロナ対策はマスク、手洗いうがいかな、アルコール消毒かな。マスクは外出する際は必ずしてます。お散歩の時もするし、車移動でもマスクしてる。家の中はさすがにしてないかな。あとスーパーとかね、アルコール前から置いてあったけど今は必ずするようになりましたかな。あと、うん、手洗いうがいもただ水じゃなくてイソジンって言うんだっけ、お薬が入ってるやつ、うがい薬を使ってうがいするようにしてる。スーパーとか行った後、お散歩とかの時は水だけの時もあるけど。ラーメン何味が好きですか。やっぱり豚骨なのかな。やっぱ九州の人なのか、九州の人だから。でもやっぱり札幌ラーメンとか東京系のラーメンとかも食べたくなる。今めちゃくちゃラーメン食べ行きたいけど食べ行けないから食べてない。でこの前ラーメンなんか買おうかなみたいな思ったんだけど、なんか冷凍みたいな、なんかあるか、一風堂の冷凍ラーメンとかあったから買おうか迷ったけど、いやー家でわざわざラーメン食べなくてもいいかなと思って。コロナがね、外出自粛要請っていうのがなくなってから食べに行こうかなと思って。ちょっとねやっぱ家にずっといると活動量本当に減るから、歩く量が。だからやっぱ筋肉ねなくなってるから、これ以上無駄なカロリーを取りたくないと思って。ラーメン食べたいけどめっちゃ我慢してる一つかもしれない。素晴らしい、ありがとうございます。そうなの。あと何だったっけ、質問ね。あと消えちゃった。
だ。最近パソコンも携帯も調子が本当悪すぎる。リハビリ、プラスチックの装具何使用していますか。これよく聞かれる質問ですね。私はこのね装具です、ね、ごめんなさい、毎回毎回なんか日に日に汚くなるか、日に日に汚い装具を見せてますね。めちゃくちゃ申し訳ない。これです、大河原式。あ、なんか小指のなんだろう、小指が装具からはみ出ちゃって擦れてたんですよ。だから小指にめっちゃ汚い、ね、恥ずかしい小指にパッドを入れてつけてもらいました。だから小指が出ないようにしてもらった。で装具の後ろは滑り止めつけてます。超汚い、恥ずかしい、嫌だ、足の裏見ててみたいな感じでしょそう、大河原式っていう装具を使ってます。これは もちろん前に90度以下曲がるようになってる。で絶対に足上げたら90度以上にならないようになってて、歩きやすいようになってる。あと、あ、そうそう、くるぶしがめちゃくちゃ当たるから、ここにもパッとつけてもらいました、この前。はい、ゆきちゃんだ、こんばんは、みなさんこんばんは、嬉しい、こんな時間に。で次の質問はこれ読んだかな、会える機会ありますか。あ、そう、会える機会、佐賀でイベントね、あるってお話してたんだけど、コロナで中止になりました。延期中止になって、実はもしかしたら今度母校に講演しに行くかもしれないんですよ。みんなに言うの初めて。コロナでね中止にならなければいいんだけど、でもめちゃくちゃ緊張してるから、私そのお話をもらってからもすごい緊張してて、そのこと考えると毎日お腹が痛いとか、もうなんか気持ち悪くなるっていうね、緊張しすぎて。話す内容も別にそんな難しい内容じゃないし、自分のこと話せばいいのに、もうめちゃくちゃ恥ずかしい。もう人前で立つっていうか、母校に行くっていうのがもう本当にド緊張、何それみたいなねすごいね、ちゃんと喋れるかなと思って。なんか怖いね、もう一人も知ってる子いないから、もうそれもそれで緊張するし、で先生たちに会えるの嬉しいんだけど、なんか先生たちに見られてるっていうのも、なんか知ってる先生たちに見られてるっていうのもちょっと恥ずかしくて、そういうね緊張が今あるんです。そう、コロナがねゴールデンウィークがちゃんと落ち着いておけば、その公演できると思うんだけどね、みんなに会いたいからしたいんだけど、緊張してるからちょっとなんか逃げたい気持ちも少しあるけど、頑張るぞっていう気持ちは 90% ぐらいある。そう、70ぐらいかな、少しでも 10% ぐらい逃げたい気持ちはあるかも。でもなんか中途半端な気持ちも 30% とか 20% ぐらいある。不思議でしょ私ね、こうやってインスタライブですごい人の数に見てるんだけど、やっぱ慣れ、やっぱカメラ撮影とかされてカメラに慣れてきたから話せるようになったけど、大人数の前で喋るのも本当に慣れてないから無理。多くて30人ぐらいの前でしか、20人ぐらいの前でしか喋ったことないから、それも私の話っていう自己紹介だけして終わったかな。そう、でもその間ねめっちゃ左手上がっちゃうの、緊張しすぎて、もうなんかもうドキドキしすぎて、喋ってる間ずっと左手が上がってて超恥ずかしいのそれも恥ずかしいし、もうなんかそれまでにね絶対伸ばしとこうと思って毎日最近伸ばしてる左手。でもやっぱね曲がってきちゃうなと思って、また読めてなかった。
みんな人参と思ったら大丈夫、いける、それ超ウケる、みんな人参、オッケー、人参と思います。ライブ見たいけど明日仕事だから寝るね、うん、おやすみ。私も明日仕事だけど、私いつも仕事だけ夜更かししてる気がする。仕事関係なく私いつも1時とか2時とかに寝てるかも。それでも絶対早起きするんですよね。毎日化粧してる、毎日ベースメイクはしてます。あ、毎日このくらいの化粧はしてるかも。あのなんだっけ、今日 YouTube に載せた動画くらいは毎日してます。暑い日の方が楽ですね、体が痛いんで寒かったら。今日25になりました。お誕生日おめでとうございます。パチ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 、皆さん拍手おめでとうございます。今日は何日、26日ですよね、4月26日、25歳おめでとうございます。私の3個上、あ、2個上か、私今年23になるから。ももちゃん仕事何してるんやっけ。私はジムの仕事と、まあ、たまにモデルだったり撮影の機会があればそういうもお仕事もさせてもらってます。あ、るいくんだ、ありがとうございます。嬉しい、みんな来てくれて。あと20分ぐらい、こんにちは、お仕事終わり、休憩、嬉しいな。すごいね、介護してるって、介護の仕事大変そう。多分私もすごいわがまま言ってたから入院中、看護師さんに会いたいって言ったりとか、寂しいって言ったりとか、喋お話し相手になってほしかったりとか、多分相当引き止めと思う。人のお手伝いするってすごく素晴らしい仕事であって、すごく大変なことだと思う。こんにちは、質問してなかった、質問答えてなかった。ももちゃん今やってる健康法ありますか。健康法水分をしっかりとる、栄養が取れ、あ、食事ちゃんと気をつけることかな。あと運動、適度な運動はしてますが、毎日の運動、毎日の気をつけてる健康法かな。ナイキのヘアヘッドバンドニュース、何ですかそれ、教えてください。後でナイキ結構好き、スポーツ系、スポーツウェア好き。おめでとうございます。ちなみに4日後僕の誕生日です。おめでとうございます。4日後ってことは30日？4月30日。すごい、みんなお誕生日近い。あ、コロナで気をつけてること、家から出たら目と鼻を触ら、目と鼻と口を触らない、それめっちゃ気をつけてるかもいきなりコロナの話。そうね、粘膜から菌が入るっていうから、すごい気をつけてるかも。嬉しい、この時間になってもみんな見に来てくれてる。今日ね、見に来れるけど少ししか見に来れませんって言ってた方多かったけど、嬉しいな。麻痺していると体を動かすのが大変で何もする気にならないのがね。いや、もしか麻痺じゃなくても今の時期何もする気になってないかもしれない。だから麻痺のせいにしなくていいと思います。ホームステイホーム何してますか。料理作ったり、 YouTube の動画編集したり、午前中は仕事普段通りやってるので、
午前中仕事行って、午後帰ってきてお昼ご飯作って、洗濯物回して、運動して、 YouTube 編集してみたいなしてるから、もうすぐ時間過ぎます。うん、だから土日が本当に暇です。今までね、福岡で行って友達に会ったりとか、一緒に運動したりとか、仕事なんか撮影のお仕事やったりとかいろいろしてたから、そういうのが一切なくなったから、うん、いい意味で自分の時間ができたのかなと思って、土日はゆっくり休んだり、そう、平日意外と忙しい時もあったりして、編集できなかった動画土日で編集したりとか、基本動画撮影したらその日に編集できなかったんですよ。でも今はその日に動画撮って編集できるようになったかな。10分程度の動画だったら、うん、それが嬉しいことかな。最近なんか溜め込まなくなった仕事。福岡の穴場スポット、例えば何ですか。うん、福岡の穴場スポット、私結構海好きなんで海行きます。この前も姉と海だけ行きました、福岡に。だからもう意外と人多くて、人がいない砂浜に行きました。で砂浜に寝てましためっちゃリラックス。編集どのくらいかかりますか。動画編集内容にもよります。だいたい1時間とか2時間、動画10分とかの動画でも1時間ぐらいは基本動画編集してるかな。来れば来るほど時間かかるから、基本これぐらいって決めて動画編集してます。てかまた綺麗になってないですか。嬉しい、るいくん、ありがとう。いいね、それ、ありがとう。そう、車とかドライブとかできるんだったら糸島とか糸島市はおすすめです。あとね、山の方とかも結構、福岡なんでもあるからそういうとこもおすすめだし、もし電車とかバスとかしかなかったらバスとかで福岡タワーの方まで来て、福岡タワーの方エリアお散歩する系も楽しいし、お買い物とかだったら展示もあるし、なんだろう、マークイズって言って、ホークスターじゃなくて、そう、マークイズとかドームの近くとかもいろいろ、その辺ね、結構歩ける方だったら海の方まで行けたりとかするから、その辺おすすめかも。福岡だった。そう、ノーサイド見てました。私見たことないです。ラグビーのですよね。あと15分ぐらいかな。と、他の質問。どこまで読んだっけ。この前読んだとこと読んでないとこあってさ、この前やった質問は答えたかな、この前やってない質問答えたかなと思ってチェックしてなかったんですよ、ごめんなさい。てかめっちゃ聞かれるんだけど、彼氏いるんですか、好きな人いるんですかって、ね、もうそこはノーコメントでいきたいと思います。私はできてもできなくてもノーコメントで決めたの、言ったらねキリがないと思って。結婚したら言うかなね、いつになるかな、いつでしょう。
今コロナだからさ、友達にも会えないから、友達ね、彼氏とかね絶対会えないよね。でも悲しくなる、友達に会えないのってこんだけ寂しいからね。え、どこ、私読んでなかったよね最近。俺も砂浜で寝よう、うん、ぜひ砂浜、でもね、もうこれからもうちょっとしたらもう暑くなって熱中症になっちゃうからもうダメです、砂浜で寝るのは。コロナにならないように気をつけてください。本当ですよ、コロナになれない。そのイヤリング可愛いですね、本当可愛いですよね。これ手作りなんです、これデザイン一緒に考えたんです、こういうデザインにしてほしいって言って、こうなんだっけ、お店で作ってくれる方がいて、ね、ネットでも買えるんですよ、ここ。これ多分前もね、概要欄、これ後で動画載せるんですけど、概要欄載せとくってたけど多分載せてなかったよね。次こそ概要欄に載せます。あとインスタラ、ストーリーにも忘れないように載せます。これミャオっていう方のデザインしたイヤリングです。プロテインとか飲みますか、ね、プロテインね、飲むとき飲んでるんですけど、飲まなくなると飲まないから、なるだけ飲むようにしてます。いや、なんかね、忘れちゃうの、プロテイン。でもタンパク質はなるだけ取るようにしてる、自分の口で取れてんのか分かんないけど、豆腐食べたり納豆食べたり、納豆でどのくらい取れてるんだろう。納豆、毎日納豆1パック食べてて、でそこで豆腐食べたり、お肉か魚かは必ず1日1回食べるようにはしてます。あとお肉食べる量多い方かも、結構食べます。お肉はね大好きだから、まだ食べるのって言われちゃう。なんかたまにそう完食しすぎて夜あんま食べない人があったりすると、父とかに、え、お前大丈夫みたいな、体調悪いのみたいな言われたりして、え、昼完食しすぎて今食べれないのって言っても、大体心配されるっていうね。最近いつもあげてる料理めっちゃ美味しそう、ありがとう、ね、料理は自信ありますね。あるけど、なんかさ、太りにくい料理学びたいよね。そう、なんかあの窓を開けて九州に一緒に行った競艇選手の友達、山本里奈ちゃん、あの多分九州にいない方とか見てない方は YouTube に載せてるのでぜひ見てください。山本里奈にはいつもヘルシーなご飯作りにしてよって言われます。でヘルシーなご飯作りのメニュー考えてみたいな言われたりとかする。考えるんだけど、やっぱ味が濃いもの、太りやすいものこと美味しいものないじゃないですか。考えないとね、ちょっと本当考えようと思って。そうだね、コロナのこの時期ヘルシーメニューを考えようかな。間食何するの。間食はもう今気をつけてるから、あ、でもちょっと前とかもう気にしてなかった時、パンとか普通に食べてました。パンとかクッキーとか、うん、食べる時食べたアイスとか。でも今は、でもなんか最近そのコロナで体重変わってないけど、そう動く量減ってるから、脂肪が増えたから間食はフルーツだけにしようって最近思ってる。あとご飯を早く食べてだから昼と夜の時間がすごく長く感じる時あるから、夜ご飯早く食べて早く寝るようにしたりとかして、早く歯磨いたらもうその後食べないって頑張る時もある時もある結局大体負けて食べてる気がするけど、そう、なんだろうね、ちょっと弱いんですよ私も結構。
そうあとね、なんだろうね、完食、そう完食フルーツ、でもフルーツも結局果糖だから栄養ね、キャンディーとかグミ食べるよりは栄養素はあるけど結局ね果糖だから太りますよね食べ過ぎたら。だからフルーツも食物繊維って言うんだっけ、そういうのが豊富なバナナを食べるようにしたりとか、ビタミンが多いオレンジを食べるようにしたりとか、その中でも考えるようにしたりとかしてるかな。あとは最近始めたのが冷凍フルーツとヨーグルトとオレンジジュースを混ぜてスムージーを作る。これ結構美味しい。これ最近完食とか、なんだろう、その動画編集とか、最近そのほらコロナでさ動画を見たりとかそういう時間が増えて口になんか入れときたいわけよ。今まではそう動いた時ポテトチップスとかチョコレートとかボリボリ食べてたんだけど、今もうそんなことしたら絶対ダメって自分で決めてて、そういう時は本当にフルーツとかそのスムージーとかを飲むようにしてね、結構それでお腹いっぱいになる。うん、でもやっぱね消化されるのは早い、すぐお腹すくから戦ってる自分といつも今それと戦ってるかも。そう家にいる間はコロナいないと思ってるから、家にいる時は食べ物と戦ってる。うん、そう毎日体重計に乗ろうと思ったけど、いや本当に乗れない、忘れるし乗る気になれない。だから体重は気にしない、鏡を見るそういうね謎なことをしてる。あもうすぐ終わっちゃう、そんな感じかな。あともう一つ質問、最後の質問答えようかな。あーこれこの前に YouTube じゃあストーリー載せたんですけど、私の本のことは本で、あもう治ったかな、とこの前 ね楽天と Amazon で買えなくなってたんですよ。もう大丈夫かな。そう今楽天で注文でできない商品ってなってるんですよ。こんな感じでなんか楽天さんがちょっと今ね忙しいのかそんな感じらしくて、出版社に聞いたら、でも Amazon だったらすぐ在庫は Amazon で在庫はないけど、あのなんだっけ、時間かかるけど10日ぐらいで送ってくれるらしいです。だから楽天よりアマゾンの方が、楽天は買えないけどアマゾンだったら今本買えるよって感じらしいです。そう本の質問何人かから来てたんですよね。こちらです。今日も本のこと宣伝しておきます。多分ね年内で発売終わっちゃうんで、ぜひぜひこのコロナの時期に落ち込みやすい多分時期だと思うので、これを読んで元気になってください。本当に元気になります。ててん、これ私です、こっちも私ですどんだけ私なんてね、中もねめっちゃ私乗ってるからすごいめっちゃウケるよ。モデルのお仕事まだしてなかったのにマジモデルみたいなことしてます。でもこれでなんだろう、モデルのお仕事増えた気がする、こういうのし始めて、ね、こうな何かをスタートしたら一つ一つつながってるからいろいろ増えてきました。この本書いてからテレビに出たりラジオに出たりとか、モデルの仕事増えたりとか。そうモデルどうやってなれますかって女の方からよく聞かれるんだけど、私はやっぱ人づてでお話もらうんで、やっぱソルトに出ることかなから始まってます。そうもう決めちゃう、もう終わっちゃう。そうなの、ぜひ
みんなでこれ読んで元気になりましょう。本当に元気になれない人はもう全然私に DM ください。毎日 DM 返してるので。そう、本当のリアルな友達も毎日連絡来ます。もう今日きついとか、もう今日ね彼氏と喧嘩したとか、今日何なんしたとか言って連絡もらうし、必ずちゃんと返すし、私あの既読するとかしないので、ちゃんとあの読んでちょっと忙しくて返事書き忘れることあるけど、そうね、それ基本しないんで、書き忘れることも基本しないから、もししちゃったら返事くださいみたいなの送ってくれたら絶対返すんで、大丈夫です、絶対返すんで。皆さん何かあれば必ず連絡ください。絶対に一人で溜め込まないでください。私も溜め込まない人間なんで、溜め込んでいいことはありません。じゃあね、もう切れちゃうから、ああバイバイ、もう切れちゃうじゃんねー。